はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、先日、私、あやとサロンの研修所で、牽引免許は持っておらず、大型トラックも未経験で、普通乗用車しか乗ったことがない、私のいとこに、あやとサロン独自の特殊な教育手法で教えた場合、大型トレーラーを自由自在に自分の感覚で、右バック、左バック、ともにこなせるようになるまでに、大体どれくらいの時間がかかったのかという点について計測してまいりました。結論から言いますと、右バックをほぼマスターできるまでにおおよそ45分間、左バックをマスターできるまでに同じく45分間、トータル1時間半で大型トレーラーを手足のように扱えるということが実証されましたので、その時の映像について動画で公開したいと思います。それではご覧ください。はいよー。はい、今ね、教習開始から1時間ですね、ちょうど1時間で、どれくらいできるようになったのかやってみましょうね。はい、OK、さっき教えたように気楽に。いやいや、ゆっくりゆっくり。いいね。あ、位置はいいよ。はい、そのまま、角度そのまま。はい、戻していこう。はい、いいよいいよ、うまいよ。あ、おらおらい、おらおらい、おらおらい。はい、見事ね、1時間かかってないね。45分ぐらいですかね、教習開始45分ぐらいで、右枠はね、楽勝でできるようになりましたね。おい、今ね、これリフトを下ろしてるんで、かなりホイールベース短くなってます。20フィートの開墾より短いですね、多分ね。はいよ、戻して。おらおらい。ね、一発じゃ絶対入んない。プロでも難しいんで、必ずね、一回切り返して、車体まっすぐにしましょうね。彼、大型免許持ってないですからね、大型免許持ってないし、当然、牽引免許も持ってない。今までオートマのね、乗用車しか乗ったことがない子です。はい、バックバック。はい、楽勝ですね。はい、うまいね。いよいよいよ、おらーい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 。よし、まっすぐ下がろう。おい、おらーい。もう仕事できるよ。もう就職できるよ、これで。はい、下がって下がって。はい、バックバック。はい、バック。はい。楽勝でございます。基本的な理論を抑えればね、こうやって、1時間経たないでちゃんと車を動かせるようになりますんで、ぜひ参考にしてみていただければと思います。いや、追ってって。
まだ見えてる。まだ見えてる。あ、それがね、左側の一番ケツの部分。それが、さっきも言ったけど、ミラーから見れ、見切れないような感じで、常に見えてる角度を維持する感じ。あ、オッケーオッケー。左バックもいい感じだね。とても教習開始してから何十分かでここまでできるとは私も思ってなかったですけど、まあある意味では私のやり方がねこれで実証されたというか、まあ、間違いなかったかなって感じですね。はい、1時間半で左バックまでバッチリできるようになりました。綺麗に入ってますね。これで一回切り返してね、車まっすぐすればうまいよ。そう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 。まっすぐに伸ばして、これからね、そう敷地いっぱいまで使ってバックで入れておきます。これで大型ももちろん初めてだし、トレーラーも初めてだし、まあ、今まで普通乗用車のね、オートマの車しか乗ったことがなかった、まあ、彼がね、なんと1時間半で、左バックまでマスターすることができました。なかなかこの車で左バックって難易度高いですからね。うん、私でも当然一発じゃ決まらないしね、これだけ暗いところで、まあ、これだけ動かせるようになればね、右バック左バックともにちょうど今車がね大体センター、まあ、若干左寄ってるけどね、まあ、この枠に入ればね大丈夫でしょう。このサイズの車でね、うん、ゆっくりでいいですからね、全然焦る必要ないんで、ゆっくりゆっくり確実に車を車庫に入れていくと、それが大事です。いやー本当にとても今日初めて乗ったとは思えないぐらい上達できましたね。完璧ですよ。あらい。完璧ですよ。もう仕事で乗れちゃうぐらい。
はい、こんな感じですね。アエトサロンの研修会、また次回の開催をね、ぜひお待ちいただければと思います。まあ、今回ね、ちょっと、中止ということで延期になっちゃったんですけど、実験で私のいいとこを載せてみました。こんな感じです。なんか左バックの感想をお願いします。どうでした？右に比べて。右に比べて難しいですね。難しい、格段に難しい。いかんせんやっぱり自分の目視ができない。ああ、目でね。そう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 、ミラーをね、頼りに下がらないといけないからね。まあでもね、教えたようなコツつかめばね、ポイントは教えたけど、それ守ればね、とりあえずは、分かったでしょ。教えてもらったことをとりあえず守って、ちゃんとそれ通りに操作すれば、なんとか形にはなるかなと。もちろんこれをね、本当に何センチかっていう単位でさ、微調整するのはそれはもちろん時間もかかるけど、まあ、とりあえずね、この枠に収まるっていうところだよね、一番キーポイントはね。基本的なこの操作の方法とかね、そこら辺は教えてもらった通りにやれば普通に動かすことはできる。ああ。まだ2時間経ってないからね、トータルでね。そうだね。1時間半ぐらいで右バックと左バックとりあえずできるようにはなって。まあこんな感じだね。いや、左バックは難しい。難しいでしょ。難しい。はい、いかがだったでしょうか。この日にね、初めて大型トレーラーに触って、初めてトレーラーに乗ったというような私のいとこだったんですけれども、まあ、結果としてはね、右バック、左バックともにマスターすることができて、まあ、このように自分の意思でね、手足のように大型トレーラーを扱えるようになりました。後半、左バックの映像があったんですが、これ実はですね、初めて左バックをやった時の映像です。まあ、つまり、ぶっつけ本番ですね。私もここまで上達するとは思ってなかったんですけれども、当然一般的な教習所で行われているような、どのタイミングからハンドルを切って、どのタイミングで戻してといったような指導法は一切行っておりません。自分自身の目、そして感覚によって左バックと右バックを最適な位置からハンドルを切り始めて、最適な位置で頭を戻し始めて切り返しを行って、普通に路上で仕事をしているベテランドライバーと同じような方法でトレーラーを扱えるようになりました。実際この方法で覚えないとね、現場に出た時にいくら免許を持っていたとしても大型トレーラーを扱うということはできませんので、結局自分の直感、自分の感覚でトレーラーを動かせるようにならないと現場ではなかなか仕事にならないという実情がございますので、こういった指導法を取らせていただいております。ちなみに次回以降の牽引免許取得練習会の具体的な日程についてもこちらの動画で公開させていただきます。現在参加申し込みの受付を行っている日程としては、3月12日の土曜日と3月13日の日曜日、そして3月19日の土曜日と3月20日の日曜日、3月21日の祝日月曜日となっております。こちらのトレーラー技能習得のための牽引免許取得練習会に参加してみたいという方については、この動画の概要欄の方に参加申し込みページを記載してありますので、そちらの方からエントリーしていただければ参加の受付を行うことが可能になっております。内容としては、完全な私有地となっている研修所内にて、参加者の皆様に大型トレーラーを運転していただき、アエトサロンの教育・監督のもと、一発試験において難関となる方向転換とクランク走行のキーポイントについて徹底した教育を行います。研修開始は午前8時からとなっており、適宜休憩を挟みながら午後6時頃まで行う予定でおりますが、まあ、基本的に全員ができるまでということをコンセプトにしておりますので、まあ、午後8時か9時ぐらいまでは練習が行えるような環境を整えております。定員に達し次第受付を終了とさせていただきますので、研修会に参加したいという方についてはぜひお早めに受付の方を行っていただければと思います。毎回そうなんですけれども、開催日程を告知すると極めて短時間で席が埋まってしまう、満席になってしまうという傾向がありますので、可能な限りお早めにエントリーの方を済ませていただければと思います。ちなみに3月21日以降の日程については、現在のところまだ予定自体は立っておりませんので未定となります。また研修会に参加してくださった方については、以前を行っていた大型トラック道場走行研修会と同様に、無償でアエトサロン監修による待遇のいい運送会社に入るための具体的な方法と具体的な運送会社名のリストについても、お帰りの際に書面でお渡しさせていただきますので、それだけでも非常に価値のある研修になるんじゃないかなと考えております。それではね、またこういった大型トレーラーに関する映像、開催日程の告知などについても別途動画でご紹介させていただきますので、ぜひ期待してお待ちいただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。
おやすみなさい。はい、今回あやとサロンでは全社安静ステッカーというオリジナルステッカーを作りました。こちらのステッカーの入手を希望される方はこの動画の概要欄の方に Amazon のリンクページの方を貼り付けてありますので、そちらの方から飛んでいただければ Amazon Japan 公認の商品として購入することが可能です。大小2枚セットとなっており、大きい方が幅23センチ、縦 6.5センチ、小さい方が幅9センチ、縦 2.5センチとなっております。トラックから乗用車、バイクに至るまで様々な車両に貼り付け可能なステッカーとなっております。あやとサロンファミリーとしてこちらのステッカーの入手を希望される方はぜひ手に入れてみていただければと思います。それではあやとでした。